チルチクは、ウズベキスタンタシュケント州の都市である。首都タシュケントより 32km 北東、大地無岩を含むチャトカル山脈のふもとにあり、付近にはチャトカル川、チルチク川が流れる。推定人口14万人、チャーチックと表記されることもある。ソビエト連邦統治下の1935年に、チルチク川における水力発電所建設の際に設立された。 都市名は、騒がしいお意味し、チャトカル川、チルチク川の水量の多さより名付けられた。主な産業は農業であり、野菜やメロン、ブドウを含む果物を生産している。また、町の工場では、集団農場用の化学肥料や、合金、農業用機械、化学工業用機械の生産が行われており、硝酸アンモニウムなどの化学肥料の生産については、 国内最大量を誇る。生産を行っているスペインのマシャム社との合資企業、JSC マシャムチルチクは国際的な賞も受賞しており、化学肥料を CIS 諸国のほか、ヨーロッパ、アメリカ合衆国、ラテンアメリカ諸国、オーストラリアなど世界中に輸出している。チルチクは多種県都州における陶器のレクリエーションの中心地である。市付近の ウズベキスタンのスイスと呼ばれるチムガンというスキー場には12月から3月までロシアや中央アジアより多くの観光客が訪れ春季以降はロッククライマーが多く訪れるまた市付近を流れるチル地区側は多種県都州の他の都市への重要な飲料水の供給源となっているウズベク人が主に居住している少数民族は割合の多い順にキルギス人 タジク人、ロシア人、ウクライナ人、アルメニア人、タタール人、高イ人、ユダヤ人、カザフ人が住んでいる。ありがとうございます。